福島県伊達市立富野小学校志津田先生でございます。本日の院内集会にお呼びいただき、福島県、そしてまた伊達市の子どもたちの、そしてまた被災者の方々に心を寄せてくださる文部科学省初等中等局長布村先生、そしてまた復興省の方々、さらにはこの度の子ども被災者支援法の成立に大きな尽力いただきました国会議員の先生方、さらにはその他関係の皆様に本当に心から御礼申し上げたいと思います。これほど多くの思いやりにあふれ、そしてまた志高い皆様の前でお話をさせていただく機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。改めて私がここで申し上げるまでもなく、福島県では津波と原発事故の影響により6万人の人々が県外へ避難し、10万人の子どもたちも含めた家族が故郷を離れて生活をせざるを得ない状況が続いております。太平洋側ではまだ再開できない小中学校は十数校あります。放射線汚染物質の仮置き場が決まらない、そんな理由もあって除染も思うように進まない地域も多くあります。さらにホットスポットがあって、いまだに高濃度の放射線の影響も懸念されています。浜通りと郡山市より北の市町村には10万人の子どもたち、小中学生が生活しておりますが、多くの NPO 団体などのご尽力で子どもたちが夏休み中など中心に放射線の影響を気にしないで生活できる場所での合宿や体験などの保養プログラムに招待いただいておりますこと、感謝申し上げたいと思います。しかし、そうした保養プログラムを取りまとめてくださっている団体の方にお聞きしましたら、その参加者は今年の夏休みで、県内だけだと思いますが、延べ3000人というふうに伺っております。つまり10万人の子どもたちの中で3000人ですので 3% ということになるのかなと思います。そうした中、ただいま映像でいただきました通り、今日おいでになっております伊達市教育委員会湯田教育長様の教育的英断と強いリーダーシップのもとに、伊達市では今年から NPO の方々のコーディネートと伊達市の予算だけで9つの小学校で学習の場を新潟県見附市のそれぞれの学校に移して教育を実施する移動教室を実施していただきました。この移動教室には比較的線量の高い場所を離れて放射線の影響を気にせず土や草花などの自然に親しみながら学習を進めることができるという放射線避難という要素もありますが、それを上回るほどの教育的意味、教育的価値が私はあるというふうに考えております。それらの教育的意味や意義については資料として本日お配りさせていただきました資料1の10月4日発行の教育新聞やその裏の今回移動教室について交流校で7月23日に発行されました資料3の対象学校だより、その裏面の資料4、見附新聞などをご覧いただくこととしまして、本日はここでは子どもたちに日々接している教育現場にいる一人の者として、子どもたちの願いや姿、そしてまた保護者の方々、先生方の要望など放射線避難という観点からのみ述べさせていただければと思います。本校は昨年8月に校地すべての表土を10センチメートルすべて削り取っていただきました。それを校庭にプールとほぼ同等の穴を掘って特殊なシートでくるんで埋めていただきました。学区の中では最も線量の低い場所となりました。しかしご存知のように保護者の方々には放射線についてのさまざまな考えがあります。そのまま安全で、そのまま安心ということにはつながっていない現実があります。そのような理由から昨年度1学期は子どもたちは校舎外に出て遊ぶことは一切できませんでした。表土除去の後の昨年2学期からも屋外での活動は1日3時間に制限せざるを得ませんでした。また放射性物質を含んだプール水を外に流すということについては、近隣の農家の理解を得ることが難しかったことなどから
プールを利用することはできませんでした。さらに原発事故以後はそれまで低学年の生活科や3年生以上の総合的な学習の時間などで取り組んできた飼育栽培活動には一切取り組めなくなっております。しかし日々子どもたちと一緒に生活しておる私たちが知っておりますのは、この子どもたちにとって土や草花に触れながら心置きなく遊び戯れる、それはさまざまなストレスからの解放という効果だけでなく、発達段階からも豊かな情操を養うこともできる学校教育に必要不可欠な大切な要素があります。さて、子どもたちは小さければ小さいほど、たとえさまざまな制限のある生活環境であっても、与えられたその環境に精一杯適応とする環境適応能力を持っています。教育新聞裏面に印刷させていただきました資料2の移動教室の DVD を見てくださった一人のお母さんの感想からもそれは分かっていただけると思います。それらのことを前提として私は子どもたちの心の姿の分かる大変ショックの出来事を忘れることができません。このパネルをご覧ください。これは昨年8月に一つのグループの集団登校の様子を映したものです。大変暑い日でしたので長袖こそ着ておりませんが、全員マスクをかけ肩を落とし下を向いて元気なく歩いています。すべての子どもたちの胸にはガラスバッジ、積算線量計が下げられています。今日は教育様の胸にも積算線量計が下がっています。朝登校で私が校門前に立っていた時でした。ある3年生の男の子の胸にガラスバッジが見つけられなかったので、あれ今日ガラスバッジはとうっかり私が聞いてしまったのです。するとその男の子は、あ、忘れちゃったと一瞬青ざめた顔で言ったのです。本校では子どもたちの安全確保のために忘れ物をしても戻らない決まりになっています。それで私は今日ぐらいいいよと言うと、その男の子は、うん、僕お父さんやお母さんに心配かけたくないから戻ってくると言って走って戻っていきました。あの時のあの男の子の、うん、僕お父さんやお母さんに心配かけたくないから戻ってくる、あの真剣な眼差しと必死の声を私は忘れることができません。もう一つは今年の5月でした。南会津少年自然の家で実施した宿泊学習のことです。最後の日にフィールドワーク2班ごとに出かけました。私のまずゴール前の最後の課題が、緩い坂になった草むらを寝そべって転がれ落ちるという課題でした。一番最初にそこに来たグループの子どもたちはその課題を見ると大きな迷いとともに私のもとで走ってきて、校長先生、本当に草むらに寝転がっていいんですか、寝転がって転がれ落ちていいんですかと念を押すように私に聞くのです。ここは原発からすごく離れているから大丈夫だよ、いいんだよ、いっぱいやっていいよと私が答えると、本当、わーい、やったー、万歳と叫びながら何度も何度も嬉しさに大きな声を上げながら転がりをしていました。子どもたちがこんなに毎日の生活で気を使って生活してきたんだと、その時私は初めて実感したのです。このように放射線量の高い地域の子どもたちは、どこの学校の子どもたちもこんなにも小さな心を痛め、原発被害の下で不自由さに不平を言うこともなく、制限された環境に不満を訴えることもなく、家族を思いやりながら精一杯生きているのです。今回6月末に新潟県見附市での移動教室は、自分たちの良さも努力すべき欠点も全て知っていて、日頃の学校生活の中で毎日温かく声をかけ手を差し伸べてくれる担任の先生と一緒に力いっぱいのびのびと生活できる唯一の場所だったのです。唯一の機会だったのです。そこでお願いです。福島県の比較的線量の高い中通りや浜通りの地域では、大好きな学校の先生と一緒に学級ごと学校ごと親しい仲間みんなで参加できる移動教室の機会を、復興予算などの中からぜひ継続的に与えていただきたくお願いいたします。大きな2つ目です。
多くの NPO 団体などから提案いただいております雇用プログラムで、夏休みなど長期の休みを利用し、日頃体験できない合宿生活などを通して多くの体験ができることは、子どもたちの自主自立の心の育成、家族を離れて生活することにより、それまで身につけてきた生きる力を試す貴重な機会となっております。しかし、インターネットでの募集やインターネットでの応募など、ネット環境での参加募集申し込みには本校のような場合限界があります。それは本校24課程のうち、インターネット環境があるのは7課程のみです。それも保護者の利用というよりは、中学校や高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんの利用が多いということです。さらに募集人数が少なく、抽選などの場合にはたった一人で遠隔地まで、知り合いもない保養プログラムに参加することには大きな勇気と決断を必要とします。そして保護者もそれには躊躇せざるを得ません。本校でも昨年度の保養プログラムの参加者はありませんでしたし、今年の夏休みも高学年の児童3名のみでした。しかし幸い、資料6の学校ダイエや資料7の新聞記事にもありますように、本校では隣の学校と一緒に、学校単位で先生方と一緒に、夏休みに無料で千葉市少年自然の家にサマーキャンプに参加させていただくことができました。3人の保護者も一緒に行かせていただくこともできました。また先生方は教育長様のご後輩によりボランティア休暇で参加させていただくことができました。子どもたちのその親しい仲間と一緒に喜ぶ様子と、屈託のないはしゃぎぶり、久しぶりに弾けた笑顔は、私たちにとってもかけがえのない宝物でした。このように学級単位、学校単位でのサマーキャンプの実施も予算化していただき、認定いただき、支援いただくことができれば、被災地の子どもたちが心豊かでたくましく、これからの日本を支える大切な人材として育てていただけることができるというふうに考えております。資料8として最後につけさせていただいたアンケートは、私の学校や私の知人などに答えていただくために作成したアンケートですが、その結果から分かりますのは、できるだけ遠くに自然豊かな場所で、学年が上がれば上がるほど目的を持った長い期間の扶養プログラムを望んでいるということです。中学3年生にとっては高校受験前の最後の夏休みです。教科指導に長けた塾の先生などの指導で、涼しく静かな環境でじっくりしっかりと勉強に取り組みたい、そんな希望も書かれていました。しかし、それ以上にこのアンケートにはっきりと表れましたのは、学級などの仲間と一緒に参加したいということなんです。これらを整理しますと、目的別、学級、学校、最低でも仲間単位の長期休業の保養プログラムの支援をお願いできたらありがたいな、そんなことを考えています。3つ目のお願いです。保護者が保養プログラムなどに子どもたちと一緒に参加するための保養休暇の創設と、交換庁企業などへの働きかけです。これまでの放射線の影響についてのさまざまな知見を総合しますと、妊産婦も含めて小さな子どもほど放射線の影響を受けやすいということになります。つまり、小さな子ほど多くの保養プログラムに参加することを望まれるわけですが、その幼児や小学校低学年の子を持つ保護者は働き盛りであり、仕事を休んで子どもと一緒に保養プログラムに参加することなど、なかなか難しいということです。その参加を保障する意味でも、被災地においては保養休暇の創設をお願いし、交換庁や企業などに保養休暇の積極的な取得推進を働きかけていただければありがたいなということです。最後のお願いは、市町村または学校への移動教室保養プログラムのコーディネーターの配置であります。昨年度よりこれまでのゆとり教育が改められ、学習指導内容も増え、指導実数もかなり増えてきております。つまり、教育現場では現在の人員配置では新たな事業を推進することにはかなり難しいという現実があるということです。本校のように教職員が7名という小規模校にあってはなおさらです。そうした中、移動教室の実施や保養プログラムの児童生徒の参加を促すためには、それだけの人員配置が必要とされるというふうに考えられます。参加が可能な扶養プログラムの種類、内容、特徴などに精通し、子どもたちや保護者の要望によりコーディネートし、サポートしてくださる担当の方々の配置は、今回のこれまでの3つのお願いが現実的に実施されるために必要不可欠の要素ではないかと思われます。
学校単位が難しければ市町村教育委員会単位に複数委員配置していただき、巡回サポートという方法でも可能だと思います。よろしくお願いします。最後に、映画愛のむき出しや冷たい熱帯魚などの代表作で知られる園子温という映画監督がおります。ご存知の方いるかと思います。園子温監督が新しい映画希望の国を制作し、今月東京中心にリリースされています。内容は2000X 年日本の長島県の東方沖で起こった大地震により原子力発電所が事故を起こしたという設定の映画です。大谷直子さんが扮する認知症の年老いた妻千恵子が主人公である夫小野康彦に自分の自宅にいるにもかかわらず何度も帰ろうよ帰ろうよと叫び夫に訴えます。この千恵子が帰りたいと叫ぶ故郷はどこにあるのでしょう。それは土地や風景ではなく幼い日の体験とともに心に染み込んだ故郷の過去の記憶、つまり心のふるさとなのです。福島県の占領の高い地域の子どもたちにとって今帰るべき土地としてのふるさとを失いかけているのだと思います。しかし今回の移動教室が予算化され何年か継続して実施されることになれば、親しい仲間とのびのびと楽しく思い出となる原体験としての共通体験は原風景、つまり心のふるさとを作ってあげることになる取り組みであると考えます。子どもたち一人一人の心の中に心のふるさとがある限り、そして心のふるさとが残っている限り、子どもたちはいつか必ず戻ってきます。日本の福島のふるさとに帰ってきます。みんなで仲間と一緒に帰ろうよ帰ろうよと言って戻ってくるはずです。本校の子どもたちのこの写真をご覧ください。新聞に掲載していただいたこの写真には子どもたちの声として、日本中世界中からいただいた思いやりと励ましで元気になりました。いつかこの感謝の心を伝えられるよう元気いっぱい運動し一生懸命勉強して日本や世界で役立つ人になれるように頑張りますと書かれています。福島県いわき市の中学生が今生徒会サミットに取り組み始めております。東南アジアの山岳少数民族の恵まれない子どもたちのために学校を建てようというワンコインスクールプロジェクトなどは恩返しの取り組みとして素晴らしい活動だと考えております。福島県の、そしてまた日本のこれからを担う数少ない将来ある子どもたちに、ぜひ将来へ羽ばたく大きな力と、人の役に立つ人間となるために豊かな心と、そして日本人として最も大切な心のふるさとを移動教室の予算化によって作ってあげていただければと思います。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。大手市立国の小学校校長の宍戸仙介様でございました。ありがとうございます。福島県伊達市教育長湯田健一です。本日この参議院議員院内集会でお話しする機会ができましたこと、ありがたく思っております。配布させていただきました資料に基づきましてお話を進めさせていただきます。資料ございますでしょうか。レジュメは5つに分けました。1つ福島県伊達市について、2つ原発事故への対策と経緯について、3つ通学合宿について、4つ移動教室、5つ移動教室に向かってというふうにいたしました。では早速、福島県の伊達市の概況でありますが、人口6万6000、世帯数2万2000、小学校21校、中学校6校、県立校は2校、私立高校聖光学園がよく更新に出るので有名でありますが、それがあります。平成18年の1月1日に合併しまして6年が経過し、今7年目の新しい市であります。この中に私どものところに最後のところにありますが、特定避難勧奨地点と4地区ございます。月立の愛吉地区、両田地区の石田、小国、小原町の富成となってあります。2つ目に入りますが、原発事故への対策と経緯であります。昨年4月、
放射線が高いということで、小国小学校と富成小学校、ここの表土を剥ぐことにいたしました。剥いでみるとやはり線量は低くなって、そこから全部の小中学校、幼稚園、保育園の園庭校庭を表土を除去剥ぐといいましょうか、それをしました。プールの除染などもいたしました。しかしながら昨年1学期、先ほど静岡町出てからお話ございましたが、富野小学校は伊達市でもう最も低いところであります。そういう学校なんでありますが、そういうところでありますが、伊達市は子どもたちは皮膚の露出を避けるということから、長袖、マスク、帽子を着用します。さらに学校に行って校舎の窓を開けない、帰宅後も外で遊ばないという状況が続きました。そこで私ども昨年、教室に冷房設備を設置しまして、7月には稼働しました。ガラスバッジも子どもたちにつけました。これは積算線量計といいまして、年間にどのぐらい、つくものかということでやっております。あとでまた私の方も先ほど指導ご説明やったので、あと7月8月には夏休み中に県外とか会津にサマーキャンプということで出かけました。あと12月に、冬休み中にはスキーなども行ったり、春休みにもいろいろ県外に行ってます。以下略させていただきます。あ、一つ言う、23年7月こと、24年の7月ですね、今年7月から伊達市民は皆市独自で市民でないのでないんですが、私は市民でありますので、これを全市民がつけるようにしております。どこに行くときもつけるようにというふうに言われているので、見るところにつける必要はないんですが、今日は特別つけています。通学合宿3番目の入ります。通学合宿、子どもの自立心や生きる力の育成ということで、伊達市発足当時からこれは実施していました。学校ごと子どもたちがキャンプ場で自炊しながら学校に通うというものであります。狙いは自分のことは自分でする自立心とか、友情の育成とか、家族の良さを知るとか、そういうことを狙ったものですが、震災以降放射線が高くて、この通学合宿はできないということになりました。中止、昨年はしました。そこから放射能を避けてのサマーキャンプを実施しました。これは大変お世話になりまして、長野県、愛知県、谷本先生にも大変お世話になったんですが、さらに神奈川県、岐阜県、北海道、全国至る所に本当にお世話になりました。そして今年移動挙手というふうになりますが、4番目のレジュメに入ります。新潟県の見附地の方で伊達市の子どもたち受け入れてもよいということになりまして、私たちの方でじゃあ行こうというふうにしました。9校希望者がありました。今日その資料の中の柱沢小学校が今日帰ってくることになっております。今週行ってます。で、移動挙手の効果でありますが、この集団生活から望ましい集団活動ができるようになってくる。さらにここが大きいと思いますが、放射線量を全く気にしないで教師も子どももの伸びした活動ができると。草花や土など心ゆくまで触れるというようなこと。伊達市の子どもたちはサマーキャンプに行って道の真ん中を歩く。なぜか道の両側は草花があるので、そこを避けるというふうなことで、サマーキャンプに行ったお世話してくれたボランティアの方々が、衝撃的だったというふうに言っております。これは移動教室とは違ってますが、また移動教室に戻りますが、移動教室、他の学校との交流がありますものですから、コミュニケーション力の育成が図れる。あとこの移動教室は非常にこう子どもたちに強烈な
印象を与えるというふうなこと、子どもたちが学習発表会にそれを演じて、他のお父さんお母さん方に伝えていました。私もそれを見ましたが、本当に強い印象が残っているんだなということを感じました。あと逆させていただきますが、5、6年生が言ってますが、この3泊4日という期間から親御さんから一回り成長してきたというふうなことを報告受けてます。親にとっても家庭教育を考える良い機会になっているようであります。さらに受け入れ校や宿泊地、ボランティアの方々は大変なお世話になるものですから、感謝の気持ちが出てくるというふうなことで、その感謝の気持ちは先ほど指導校長先生からも出ましたけれども、相手の方々にこの後大きくなってから必ず自分もそういうことをするというふうな、そういう大人に成長するというふうに思っております。続きまして、まずその配慮すべきことでありますが、まあ、この移動教室には事前打ち合わせなどかなりの時間的なこと、先生などの苦労がございます。まあ、そういうふうなこと、あと金銭的なことを若干お話しさせていただきますが、見つけしに行くので私どもは、まあ、430万9000円ほど予算をつけております。大したことではないです。あと少しですが、では急ぎます。まあ、あと見つけしとかボランティアの方々が不足の部分を補ってくれております。あと長野県の一つの例を、これは昨年子どもリフレッシュ交流事業財団プロジェクト2011信州サマーキャンプの報告書、ここの中で被災地の皆さんを応援し支援したい、被災地の復興のために何かしたい、長野県民の皆さんの思い、長野県へ避難しているが物資が足りない、初めて暮らす都市でわからないことがたくさんと、でお世話していただいてまとめていただいた中で一つだけ読みましょう。保護者の方の感想でした。外遊び、プール、カット、カブトムシ探し、バーベキュー、今まで何の心配もなくできていたことができなくなった今、このような機会をいただくことができ本当に感謝しています。長野県の方の心の温かさを子どもとして感じることができました。これは昨年のまとめでございますが、保養というような、そういうふうなことであります。今年はそのご厚意に甘えることはできないので長野県に行ったんですが、今年の予算は私ども伊達市の方で立てました。1684万やっております。今年度ですね、今長野県に行ったり南会津に行ったり、あと冬春も行こうとしております。そういう中で、最後になりますが、学校で取り組む意義でありますが、子どもたちの明るさ元気さは、これはお父さんお母さん方家庭の元気さにつながります。家庭の元気パワーは地域のパワーにつながるというふうなこと、さらに今元に戻すというふうなことで、いろいろ事業を起こしておりますが、教育の中では私は元に戻すのではなくて、この危機を、この震災を境に新たな事業でさらに活性化するもの、発展する事業にしたいというふうなことから、この移動教室に取り組んでおります。この移動教室が効果あるものというふうなことは分かっております。ぜひこの後も続けていきたいというふうに思っております。まあ、私たちはこのいろいろこれから頑張っていきたいと思いますので、議員の皆様方、関係の皆様方には今後ともご支援いただきたく思っております。一つ伊達市の宣伝を、この袋ありますでしょうか。皆様にも伊達市においでいただきたく、伊達市の観光パンフレット、伊達家、伊達政宗発祥の地、本当は伊達政宗は先代の伊達政宗の前に伊達にいたということで、400年先祖はおりました。さらに先ほど
テレビ の, あのドラマのドラマで失礼しました、あのこの DVD の中にありましたが、占領マップがありました。これは最近、最も最近のもので7月のものであります。見ていただければ、あと私もつけてますが、へこたれませんバッジなどをつけていただければというふうに思っております。ぜひ伊達市の方にもおいでいただければ幸いと思っております。ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。今日は皆さんこんにちは、もう大勢の方にお集まりいただきましてありがとうございます。あの今ご紹介いただきました文部科学省で初等中等教育局という幼稚園から高校までを担当する局で局長をしております布村と申します。あのたまたまご縁があって、私昔は福島県庁で仕事をしていた機会がございましたので、今ご紹介した伊達市さんの方にも霊山子ども布村とか、あの春には本当はあの桃の花のきれいな桃源郷のようなきれいな桃の花が見えると、そういういいところでございます。そういういいふるさとをとさっきおっしゃっておられましたけれども、そういう素晴らしいふるさとが大震災あるいは原発事故の影響で非常に大きなお困りをいただいているという状況で、国の方としてもできるだけその福島県をはじめ被災地の早急な復興復旧にお手伝いをしようという取り組みは全般的にしております。また教育の面でもその復興教育支援事業ということで、先ほど校長先生もおっしゃっておられました、今日はビデオの中で教育長さんもおっしゃっておられましたけれども、あの大きなマイナス痛手を震災自然災害からいただいたけれども、それを乗り越えていく過程の中で新しい教育の姿というか、子どもたちのこう絆とか人とのつながりとか、まあ、自然との関わりと、そういったものに気づくという幅広い方々のネットワークをいただいて、新しい教育の手法とか新しい教育を生み出すことができるのではないかと、まあ、文科省としてもできるだけ前向きにそういう取り組んでおられる お取り組みをできるだけ支援させていただこうということで幅広く取り組んでいる中で、この移動教室についても直接ではないんですけれども、先ほどあのビデオでもコーディネーター役というか影の立役者として橋本さんという地域交流センターの方が出ておられましたけれども、そういう交流コーディネーター役のところに支援をさせていただいていると、そういうご縁であの今日移動教室の発表があるということで見学に来させていただきました。あのそういう支援も本当に息長く取り組むというのが行政の役割だろうと思いますので、まあ、財政的な面あるいはまたあのできるだけ学校なり伊達市さんにもご訪問をさせていただいて直接お話を伺うと、そういうつながりも大事にしながら取り組んでいきたいと思っております。そういった面でもその行政ではどうしてもそのきめ細やかさとか、その十分なところはできない、そういった面ではその今日集まりの多くのNPO 法人はじめボランティア活動いろんな形で実施されている皆様方のこう幅広いご支援をいただきながら、その中でも行政で何ができるかというのをお話を伺いながらしっかり取り組んでいければと思っております。今日はご苦労様でございます。またありがとうございます。